こんにちは、吉田さん。私のね、毎月の広告収入はそう、10万円くらいですね。まあ、メンバーシップも込みでなんで、正確に言うと広告収入は10万円のうちの構成費としては、まあ、6割ぐらいかな。もうちょっと低いかなと思うんですけどね。これからは徐々に広告収入に頼るんじゃなくて、メンバーシップみたいなものに移行していこうかと思うんで、これはこれでいいかなと思うんですよ。で、メンバーシップを取ろうかと思ったら、やっぱりいろんな話題を浅く広くいくってことになります。まあ、それがね、まあ、私の考えてる通りに今のところなってるかなと思うんですよ。 そして広告収入に取りたかったらやっぱりね同じテーマでどん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 突き進んでいくってことになりますし視聴者さんの喜ぶネタを出していくってことになりますまあ基本的に放送っていうのは視聴者さんを喜ばせるためにやるものなんでそれでいいんですけどもでも私の場合はねやっぱりね随分やり方が変わってきて皆さんの欲しがってる情報を発信するんではなくて自分ともしくは自分の身の回りにいる人に有益な情報にどんどん黒ずかされてきてますねだからきっと あのー、チャンネル登録が増えることはないと思うんですよ。お,だからおすすめとかに出ないと思うんでね。関連動画とかも出にくいと思うんですよ。それも覚悟の上で私はもう身内を固く固くしていこうと思う方向なんですけども残念ながらそのそっか自分の熟成さんは <laughs> ビジネス一生懸命やろうかっていう風になってるよりもビジネスは楽しいなになっちゃってるところが多いんで例えば YouTube 活用してる人もね YouTube を趣味として楽しんでるんですよ。だから YouTube を収入源として考える。 っていうことからはちょっと離れてるのかなと思いますよね。それはやっぱり私がね、ビジネスをガツガツやってないからだと思うんですよね、やっぱりね。だそういう意味でも、なんかどっかでね、不本意ながらビジネスを一生懸命やる瞬間ってのまたは作んないともういけないのかなと思いますよね。うん。だそうなると私が今度苦痛になってくるんで、やっぱりその姿っていうのは、うん、まあ、変えていかない,いけんかなと。まあ、しまいには YouTube 退場しても全く痛くもかくももうないんでね。 ただやっぱり私の人間関係っていうのは YouTube を通じてのことになってくるんで、うん、まあ少なくともその YouTube と世の中との関係ってのはあった方がいいのかなとは思ってます、まあ、ちなみに最近はねうちのヤマトくんの動画も広告収入を取り出してきてですねもうすでに2歳になったヤマトくんが稼ぎ始めてるっていうその時代の流れもあるわけですよそうなるとね40代50代代の YouTube を始めた人が全く稼げない中で2歳児が稼いでるわけですよ1歳の時から時代は変わったなと思いますよね私1516になった時に初めてねゲームセンターかなんかでバイトして日当もらった覚えがありますけども今はねもう記憶力とかまだ物心がつかないうちから稼ぎ始めてるというつまり生きることがすなわち稼ぐことになってるわけですよ 生きる上では金を使うっていうふうな概念から生きる上では金を稼ぐに変わってくるのかなと <laughs> すごいですね生きてるだけで稼げるみたいなねそんな時代になったかなと思いますね、うん、まあ時代が変わったなと思います安い商品に飛びつく高い商品を疑う人いろいろいると思いますけども買う買わないの以前に自分が稼いでるか稼いでないかこれで、えーまあね、社会人としての第一歩を刻むっていうところ 見ていいいいかないといけないなととけ少なくともビジネスをね始めてるわけですからビジネスやってるつもりなのにネットビジネスに興味持って取り組んでいるはずしかも速果、うん、塾にお金を払って入ってるのに稼いでないってこれどういうことかみたいな感じですよねいや稼いでくださいよって <laughs> あなたが稼ぐことによってあの多くの人にまた希望も与えるしあっ即塾って稼げるんだみたいに思っていただけるわけなんですよねこれは必ずしも速果塾を売りたくて言ってるわけじゃないんですよ だって稼ぐ手段が見つからなくて困ってる人に詐欺商材を買わせるのかそれともちゃんと稼げる手法を買わせるのかそれは速可塾に入ったりドライヤー会に入ってちゃんと稼げる人が示していくことだと思うんですようんなんかねその辺人文幹部になっちゃってんじゃないかなと懸念しながらお届けしたのが今日の動画でございますまあそれではね、まあ、タイトルは懸念にしておきますいいってらっしゃい